週刊ホームプラザラジオ版。この番組は株式会社タイムス住宅新聞社の提供でお送りします。2017年10月5日木曜日、時刻は12時47分になりました。 FM 読谷をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの千葉なゆうです。毎日皆様のもとに新鮮な情報をお届けしている沖縄タイムス新聞、そのタイムス新聞とともに毎週木曜日に届く週刊ホームプラザを一緒に読んで情報を共有しようというのがこの番組です。準備できる方はお手元に、できない方はお耳をお貸しいただいて、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。さて、今週の女性のためのライフアップ情報誌週刊ホームプラザ表紙を飾っておりますのは、彩色兼美のコーナーから優しい微笑みを浮かべた女性と牛という構図となっています。毎日丸ごと東急女子、牛飼いでフリーカメラマンの久高さんが今日の主役です。そして今週のピックアップ記事12ページは、一から琉球料理、沖縄の食を支えたさつまいもを使った料理が特集されています。5ページはインタビュー記事、沖縄の魅力、有限会社カジマヤ代表取締役の富村悦子さんが紹介されています。10ページはシニアウェーブインホームプラザ、野球と三振指導に腕利き大工30年余り、伊佐さんのお話が掲載されています。この他にも様々な記事掲載されておりますので、どうぞ皆さん最後までよろしくお願いいたします。それでは早速ページをめくってまいりましょう。2ページ3ページ彩色兼美のコーナーです。闘牛の魅力を全身全霊で。闘牛が盛んなうるま市石川で牛飼いの一家に育ち、牛と接しておよそ40年の久高さん。牛の世話をしながら趣味で始めたカメラで、牛との日常や迫力ある闘牛のシーンを撮影するフリーカメラマンでもあります。もともとはお父様の影響を受けて、物心ついた頃には牛の面倒を見ていたという久高さん。牛飼いとして朝晩の草やりはもちろん、散歩やタイヤを角でついたりするトレーニングなど、世話は多岐にわたるそうです。牛が目や表情で気持ちを訴えているのがわかるんですと話す久高さん。その牛との付き合いの長さも見て取れますね。もともとは保育士であったりブライダルカメラマンであった久高さん、しかし充実した生活を送りながらも、日曜が仕事で闘牛大会に行けないというような時もあったそうです。そんな時、思わずこぼれてしまった涙に自分で気づき、やっぱり私は牛が好きなんだと実感してからは、フリーカメラマンとして闘牛を中心に撮影を続けているとのことです。荒々しい闘牛の競技場の中に女性として身を投じて、牛と共に歩んでいく久高さん、彼女と牛の今後の活躍、期待が高まりますね。続いて4ページは、ファッションキャンディー宜野湾本店が紹介されております見てみるのコーナーです。10月5日に今日ですね、リニューアルオープンするとのことで、今日から15日日曜日までの間、毎日先着200人にリーフパイをプレゼントしてくれるとのことです。お隣5ページは、発信沖縄の魅力、未来を作る企業。浦添市京塚でデイサービスカジマヤや高齢者共同住宅タクロくんなどを運営する有限会社カジマヤの代表取締役富村悦子さんが紹介されています。お隣には宝言葉しまくとばのコーナーも掲載。7ページはクイズで脳トレ。そして8ページはハッピーフォトを探せ、沖縄リゾートウェディングフォトコンテスト2017の紹介です。詳しくはネットで検索してみてください。9ページはユンタクサロンのコーナーとなっております。10ページはシニアウェーブ生き生き自分流インホームプラザ、充実したシニアライフを送る人々を紹介するこのコーナー、住宅リフォームが専門の丸井リフォーム代表伊佐さんは、前川本流民謡協会の師範で理事長、さらに学童野球のアジャベースボールクラブの監督という3つの顔を持っています。監督の顔としては、子どもたちには感謝しています、自分は手助けをしているには過ぎないと謙虚な姿勢を見せている伊佐さん。三振や大工はお父様の影響で始めたそうです。大工、三振、学童野球、体の続く限り今度も関わっていきたいと話しています。こうやって多岐に多方面にわたって活躍している人を見ると、まだまだ23歳頑張らなきゃいけないなと身が引き締まる思いになります。
そのお隣11ページは心も体も健康にアーユルヴェーダのコーナー。インドの伝承医学アーユルヴェーダと絡めてのコラムとなっているこちらのコーナー、今回は秋の過ごし方についてです。12ページ13ページは松本佳代子の一から琉球料理、昔からよく食べられてきたさつまいも、紅芋、海田村の特産品紅芋もそのさつまいもの品種の一つです。そんな芋を使った料理、優しい甘みが特徴のウムニーやニラと芋がふわっと香る芋くじアンダギーのレシピが紹介されております。14ページには初めましてのコーナー、15ページにはいいね県産品黒糖カシューナッツと黒糖アーモンドが紹介されています。16ページ右半分は食楽サーチのコーナー、女村女にあります自家製天然酵母パン麦焼き屋が紹介されています。左半分には喜びご飯のコーナー、今週はレンコンのさっくり揚げ、その作り方を紹介しています。17ページにはドクター国中と野菜ソムリエ堀さんの野菜スタイル、ハロウィンが近いということで電子レンジで簡単クッキング島かぼちゃのチーズフォンデュの作り方です。またかぼちゃや人参に代表されるオレンジ色の野菜にはベータカロテンが含まれていて、これは乳がんのリスクを下げる効果があるんだそうです。時期も近くなってきていますし、こちらの料理作っていただいてお子様やお友達と楽しんでみてはいかがでしょうか。18ページ19ページはエンタメのコーナーとなっております。そして20ページ21ページにはノリノリリン20ページにはノリノリリンパのコーナー、今回はリンパ健康管理士として働くキナさんが紹介されています。そして21ページから23ページはインフォメーションのコーナーとなっております。以上で今週の週刊ホームプラザラジオ版終了となります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。今週のエンディングテーマは HY で AM11 時を聞きながらお届けなんですが、実はこの HY さん闘牛とある関わりを現在持っているんですね。まだまだ詳しい情報解禁されていないので詳しくは言えないんですが、どうぞ皆様今後のニュースにも注目してみてください。というわけで今週はこの辺で、それでは皆様また来週お会いいたしましょう。パーソナリティは千葉なゆうでした。この番組は株式会社タイムス住宅新聞社の提供でお送りしました。